はい、会長、質問です。今まで一番効果のあった会長の体重減量方法が知りたいです。よろしくお願いします。いいけど違法じゃないな。違法ではないけど、リベルサスっていう薬があるんですよ。そもそも糖尿病の薬です。で、この薬はですね、食欲が減退します。なので食欲出るんですけど、食べるとすぐにお腹がいっぱいな感じになっちゃうんですよ。だから東大で言ってたのは 何ないかだっけな、肥満用な、そういうなんとかないかっていうのがあって、そこ行ったら出るって言ってましたけど、あとは糖尿病の方か、まあ、あとは実費で自分で買うしかないんじゃないですかね。普通に処方はしてくれるかは知りません。ただまあありますよね、リベリサスを飲んだんですよ、ある時14ミリを2日間。そしたら2日目の夜に、僕ね、基本お酒飲んでも何飲んでも吐き気っていうのは起きたことがないですね。船乗っても何乗っても気持ち悪くなったことないんで。ただ2日目になんかめちゃくちゃ気持ち悪くなって、なんだこれと思って、でもね、原因が、その薬以外ないんで、その薬のネットで調べて、副作用を調べたら吐き気だった。これ効いてるわと思って、で、そっから何日間ぐらいだろう、10日間ぐらいかな、なんか全然食欲出なくて、なんか食べてもピザ取ってもなんか1個食べたらもうお腹いっぱいみたいの で史上はかつてないぐらいの体重の減り方をしましたね。ただこれいいのかな、別にお医者さんがくれる薬だからね、ダメってことはないと思うんですけど、まあ、やりですよ、薬事法みたいな、そこまで知らない。俺はたまたまちょっと糖尿の気があるからさ、もらえるけど、糖尿の気がない人はもらっていいかは知らないです。ただそれはすごい痩せました。糖尿病でやっぱり食べちゃいけない、食事制限をしなきゃいけない人のための本来は薬であると思います。だからそういう使い方がいいかどうか分かりませんけど、痩せました。それがで、その時にたださ、食べないとただ痩せちゃうだけだから、筋トレをしに行ったんですよ。すぐそばに EMS っていうさ、なの、全身になんかさ、シックスパッドみたいなの貼ってやる運動をするジムがあるんですよ。すぐそこなんですけど、でその食べられなくて体重が痩せてた時に筋肉を落としちゃいけないと思ってそこに行きました。結構辛かったですけど、その筋トレもいいですよ。あとね、最近の流行りは、低酸素の、ジム、肺なんだっけ、肺地なんちゃらっていう、俺言ってんの高田の馬場にあるんだけど、そこは低酸素ね、もう3000メーターぐらいの高原上にいるぐらいの酸素濃度で運動するんだけど、その消費カロリーが半端ない多いですね。あれをずっとやったらめちゃくちゃ痩せると思いますね。はい、この辺全部組み合わせるとかなり痩せれると思いますよ。はい